愛を真っ黒い服を着た男が雨上がりの甲州街道沿いでタクシーを待っていました。男にはどうしても行きたい場所があって雨上がりの道の上かれこれ1時間はタクシーを待っていました。男がそろそろ途方に暮れかけた頃、目の前に突然、まるで何かに導かれたかのように、一台のタクシーがスーッと彼の前に停車しました。僕は訳が分からなくなって叫び